どうも皆さん、おはこんばんちは、アリジャです。おっとじゃ、おついちです。ディビニティ続きやってみましょう。おーい、すげえドアフのおばちゃんが歩いてたな。ね、我々が行くべきはあそこに戻るしかないよね。ブラックピットの門か。はい、門、あ、門、ブラックピット、モン、リベンジ、リベンジ。いやー、ちょっと買いましたからね。二人は装備変わったのかな。変わってないです、僕。変わってないな、ほぼ。俺はレベル上がったから記憶を増やしてスキルをちょっと追加して、君たち二人を。あー、そうね、硬くなったんじゃない、バーサーカーにしてあげるから50HP ぐらいは増えた。バーサーカーってあれ、まさか自分がなりたかったことを君たちにしてあげることになるから。そのうちね、俺にフンヌもかけてくれるといいんだよね。あー、いいよ。フンヌかけてくれると、もう俺はもう3回クリティカル攻撃が確定して出る男になる。めちゃくちゃだな。でもまあいいよ、トリプルクリティカルで。今自分で使っちゃうとほら2箇所攻撃いけない、もったいないんだよ。おっ、ギリギリから俺ブルーホーンで突っ込んだ方がいいよ。下げじゃー、はい、入っちゃった。まあまあまあ、大丈夫大丈夫だよ、落ち着いて。いやー、多分高さ的に危ない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 。よいしょ、向こうのターンですよ、これは完全に。あなたたちもうマジックシールドないよ。いきなり魔法入れたんだが、そういう世界だから。どうしようかな。どうでしょう、やってしまった。これさ、樽をなんだっけ。いや、大丈夫か。はい、うん、いや、登ってこれなくさせられるんだよね、はしごの前に樽置いとくと。あ、まあそういう噂だったね。うん、でも入れ替えられるから意味ないね。普通にでかいの出すよ、彼らの前に。オッケー。あ、てか、まずあいつ一体ほら、魅惑のダンスできるから。リザードだっけ。いや、なんかあいつマジックシールドついてんだけど。あれマジックシールドついてるよ、いつもいか。あいつマジックシェル、魔法ボイドの最大値が増加プラス264。つけたのか、天才かよ。前回の鉄を。そうね、同じ鉄は踏まない、やべえみたいな感じになったから。とりあえずレンジャーやばいから、いや、レンジャーの前がいいかな。どこに出そうかな、いっぱい攻撃できそうなとこに出すわ。はい、すげえとこに出たな。うん、なんだどうしよう。あ、俺まだバレてないっていう設定、これ。そんなことある。うん、バレてないみたい。遠いからいいのかよ。どんどんかける。あいつはでももう戦闘状態に入ってるらしい。まあでもほら、俺がマジック系かけられないの。俺に火事の時点で多分ターンが、あ、始まっちゃう、始まる。そういう感じだと。最後の締めに始まった。オッケー、設置はした。あ、じゃあのターンから、どうしようかな。とりあえずマジックシェル系か何かあるならつけない。何もないからね、そういうの俺。次が、女だから誰だ。弓矢が来る。おじさん、はい、行ってきて。行ってくる、全然行ってくる。オッケー。微妙な反射が。反射ありますんでね。ありますからね、申し訳ないね。インベントで何か食えば回復するっけ。基本的に回復する。体力はね。体力は。でも多分体力そんな減ってないでしょ。その青いポーションは何なんだ。体格薬。体格か。巻物なかったっけ、マジックシェルかなんか。多分あなたはカバンの中に入ってんじゃない。それかな、真ん中の。回復か、あ、そっち。それいいんじゃない、自分に使ってね。あ、来た。いいね、覚えるしかねえな、君たちの魔法を貼れるように覚えるわ。強化係。ああ、よし、俺はだったらあいつは出した。あとはもう自分自身は、まあ、これは打てれたい。あった、あれ凍った、あの人凍った。あ、でも一瞬で戻ってきた。あー、痛い、壊れた。いや、まだシールドは生きている。あ、いったい。シールドも剥げた。シールドも剥げたじゃろ。あの人でもまだ600あるから。
もう反射しまくってやるよ。うわ、こけるかな、ちょっと前に進んだだけで。可能性あり。あるよ。でも前に進まないと、トカゲにダメージ入んねんだよな。いけ、よし、大丈夫だ。オッケー、いいダメージ。あー、インジクターはもう大丈夫だね。ねえ、何がやばいってね、横のやつがね。そう、燃えねえかな、オイル出るだけかな。 あいつ多分ね、やらないから。俺の、いや、ボルト撃つんだけど、炎のランダムが入った時にダメージは入るんだけど。まあ邪魔なんで、あの、そっち飛ばしますわ。上にいられても困るんで。凍った上に落ちろ。返答してくれるとすごくありがたいですけどね。入んなかった。転倒。いや、でも転倒しない。転倒しないよ、飛ぶだけだから。そうか。他は、そうですね、トーテムは出しておいて、次も音じゃきて、俺きて、おついちげんと。ターン終了。あ、はい。動くんじゃねえ、お前。超注意。やめろ、貼っといてよかった。ね。俺のターン回ってくんの早いな。この人、父上げてるからね。あいつ仲間にしちゃうよ、マギステルインクイジター。はい。お、あ、ごめん、嘘ついた。嘘ついたね、簡単に。うん、簡単に嘘ついたね。仲間にできるような、あれいないでしょ、なんて。いないね、みんな魔法入ってたわ。どれなり。これは、おついさんに回避つけるよ、一回。いや、つけない方がいい。死ぬない、それ。全然大丈夫でしょ。じゃあ、アニジャーつけて。あ、よいよいよ。うん、アニジャーをどんどん強化してあげてくれ。ちょっとだけ。うい、ナイス。あー、倒れなかった。みんなちょっとずつ離れてって。外れ。イエース。回避ナイス。そろそろアニジャがやられそうになったら、それかはあれかな。パイレクター、ついに時は来たかな。何、どっちだ、どっちかやられそうになったらもうバーサークモードにしてあげるよ。やだな、なんかアドレナリン。要はあいつに脳みそいじくられるってことだよ。そうだよ。いや、痛み感じない体にしてあげるなよ。誰ならこれで。はーい、おらよ。お、クリティカル出てる。いいね、最高か。すごい、素晴らしい。ただもう代償が次のターンにやってくる AP 消費という。こうだな、こう来て。あ、いいね。一人はダウン。貴様は萎縮するのだ。ピヨーン、最高。素晴らしい、二人。はい、何もできない。行くぞ。何も言ってないけどな。行けないっていう話よね。おじさん、まあ貼り直していただいて。そうですね。すげえな。こっからですよ。てか、一人巻き込まれてやられたな、人質が。ほんまや、回転切りで。あの人本当に大丈夫かな。え。どう、一気に戻ってきた。86で半分なのかよ、魔法防御。そうですね。あ、いけるもんだね。ペロリン。お、萎縮。弓はちょっとめんどくさいんでね。どれからがいいかな。まあ、忍者の方にいるやつを先に 2AP に変えられるやつを。うん、400。手前があれか、もう次のターン行動しちゃうか。あ、捕まってんのね、この人。そうだよ、後ろにね。なんでこのインジクターはずっとお願いだ、頼むとかって言ってんのかなと思った違った。ミスよ、足に入ってる。あー、まだその時ではないのかい。あー、回避かけてもらうだけでもだいぶ違うんだな。そうね、足かけられると意味ないけどね。そうね、うん。みんな綺麗に魔法防御持ってるな。困ったもんだぜ。
トテムを出すだけだ。ここら辺に地のトーテム。はい、そうだね、暇なターンがやってくるんだね。やっぱこう強化系のそう持ってるスキルがあるといいかもね。わかりました。私は召喚かっこサポート魔導士になりますわ。オッケー、万能魔術師やん。でもまあパーティーに一人必要なやつだね。最高オーケーだ。245じゃ切れないか。まあそもそも足りねえ AP。 燃えなさい。エキゼキューショナーだったら今操れるよ。え？ああそうなのよ。もう操ってもしょうがないかなって感じだけど。ファインスタイ。なにそんな袋に恨みでもあったの？え？燃やしてたけど。よっ。倒しちゃおうか、邪魔だから。お願いします。いや、あーニージャのターンが来る前に動いちゃうか。いや動かないで、ね、ニージャの方が先に来るからほっとくよ。ああ、そしたら俺はもうとどめさせて次飛ぶから。こいつインクイジターが先に回ってきちゃうのか。おい、あータックルが効くようになる。弓矢邪魔かな。一回攻撃できちゃうな。あ、大丈夫、こっちだな。挑発食らってるかあいつ。そうね、ギリシ入ったな。ほい、はい。なんか出なかった今。なんか出たね。パンみたいなの生み出したよねあいつ。パン出てきたねあいつ。多分そういう防具を装備してんだろうな。雨降っちゃった。雷系の魔法使うつもりか。そういうこと。思いっきり杖燃えてるから大丈夫だと思うけどな。特に今回は余裕ですね我々は。うまいことどんどんトーテム作り出します。トーテムが数がやばい。一個手前のトーテムのそろそろ寿命が来るんで。外れた。外れた。外すね。いってー、クリティカル。あっあまだ大丈夫。まだでしょう。我が怒り司令。死刑執行。死刑執行。奥もいけるんじゃない。ズン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 。熱い熱い。でもそいつのターンはもう一撃できれば回ってはこないが、いやもうできることが必須しかないでしょ。燃えてやられるかな。はい、あーギリ、ね、あー俺の撃撃いやーまだあれか、萎縮が効いてたのかな。ほらおお入ってる。あれじゃやられないようにしてあげるからそのままでいいよ。もう何もできないけどね。次のターン来る。そのままでいい。あ、俺も移動できねえ、ここから。そこどうやって。え、フェニックスタイプで飛んでしまったんだよね。ただその穴の中に早めに行っただけ、あの人。なんだ、目の前でこうやべえやつが、エルフが近接装備で立ってんだからな。我が化身よ、行きなさい、普通に。こんなん近づいてきたら嫌だろうな。6。まさかにそのまま及んで張ったところでさよなら。あ、潰れた。ではかけよう。先にでも C をつけるしかないよな。ちょっと待って、あれ、アニジャに死なない。よしの抵抗。それデスレジストだろうな多分。ああこれが限界か。こっち微妙なスキルだったな。
で、アニジャわざと飛ばせばいいんだ。いや、でも飛ばしたいけど無理だな。こけちゃうよね。いや、別にこけないよ、飛んでも。テレポートで？うん。そうだっけ？目の前飛ばせるじゃん。うん。あ！いや、す…あ、逃げた。曲がる。頭いい。さあ死なないです。死にません。死なない。1残ってる。うわ、すごすごい。で、アニジャがそれで、アニジャね、待って待って待って、アニジャ今動かないで保留すれば、次はアニジャに俺が視線の覚悟っていう減った分の体力だけダメージ上がるのつけて飛んでった方が強いかもしれない。遅延するわ。うん。あ、でも俺のターンが先に回ってこねえか。遅延されてたけど、こっちまで飛んでかなくちゃ。アニジャにかけられるものがあればって感じ。3333。まあ、アニジャ今やられない。次のターンもギリやられないから、いや、次のターンまで入ってんのかな。そこが怖いな、これ。わかんない。届かねえ。すげえな、死なないってすげえな。もう動かざるを得ないですね。どうぞ、まあ、突っ込んで。どうなる？どうなる？はい。どうなる？はい。ベシコ。お。お。終わるか。終わった。ったいや、死なない、いいですね。いや、強いね。死ななかったな、本当に。それでも攻撃しちゃうんだね、相手ね。ね。1とか言ってプラス1とか言って回復してたもんな。わーん、わーん。お、ベリーパイ。わあ、ここに、牛乳。あのパンがすげえ気になるんだけど。パンが3つ出たぞ、あいつの体から。未鑑定品ゲッツ。皆さん助けてあげますよ。解放するよ。ありがとうございます、ありがとうございます。うわ、鑑定。はーい、お渡しまーす。鑑定レベルが低すぎ、おついちにあげる。はーい、ください。やばい、あいつら超やばい奴らだった。このお母さんなんだけど、子供がいるけど、もう子供を殺されちゃったらしいぞ。めっちゃ左下にこう。いい仕事してますね。アニジャ探してあげようっていう話をしてあげて。水術召喚術は音じゃ。これ魔法の鍛造スティールグローブってやつ。そう。ん、あれグローブかな。グローブ6714、うん、いいじゃん。いいっすよ。クリティカル率はちょっと下がるけど。あ、いや、クリティカル率変わらない。おお、やったわ。ちょっとボリュームが上がったぜ。うん。音じゃにはなんか召喚術のあれかな。なんかくれたの。すごい念動力でそっとこう取ってってる人いるんで。水術と召喚術の指輪か。トマト。あ、もらいます、もらいます。全然ポーチいいね。全然もらいます。ルシアンの由来はもう読んだ。まあでも助かってよかったね。ね、一人一人もう一人助かるはずだった予定の人はやられちゃったけど。奥にマギステルいるよ。敵だよね、どう見ても。違うのかな。ノコギリ台。ここのタイミングだと敵だろうね。アニジャにピザをあげて。アップパイ。ウィルティエクスボーネっていうのがいる。私を傷つけないでっつって。彼女を傷つけないって約束する。Like I told them magisters, you can search the house all you want. The sorcerer ain't here. The door's locked and the house ain't even mine.目を細める。体をかがめ、彼女の顔に近づく。彼女に総使いがいるという。まさにここに、まさに今な。まずひどい間違いを犯したかもしれないと気づき、彼女は唾を飲んだ。お前何やってんだよ横で。会場してんじゃねえ横で。おお、みかんって引いたぞ、頼むぜ。
どういうことなんでしょうかね。あ、なんか入り口がある、ここ。あ、下降りちゃったわ。下への道、安定品、尺状かよ、俺使えないじゃん。尺状、なんやお前、自分の使えるものだけか。俺も下行ってみよう。なんもないんじゃない。あ、いや、ここの扉、歩き箱どかせれば。そうだね、移動。はい、ぶっ壊す気だ。壊したね。もうこういうことだろ。なんかでも扉がさらにあるね。ロックされてるわ。どいてくれ。いって、ビリビリする。こちょ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 。入ったよ。何があるの？リペアハンマーが2個落ちてるぞ。リペアハンマー取っとくよ。あ、釘打ち取っちゃった。こっち上上がれんのか。これ上がって大丈夫かな。お父さんどうぞ。はい、何があります？上に上がる道がございます。はい、ちょっと待ってください。今調べ物が。上の道どこへ繋がってんだろうね、これ。あ、行っちゃえ行っちゃえ。大丈夫そうだな。大丈夫です。なんか下に降りたんだよ、俺あれ。まあ、あのマギステルズ敵だよね。んーもうね、なんで敵対してないの。敵対してないね。いや、多分話になって、なんでお前らここにいるんだ的な。いや、そのまん大丈夫でしょ。畑なんか売ってません？ちょっと。いいもん売ってません？話してみる。そのマジステルは目を細めてあなたを見つめた。なかなかと。気をつけろ、その上に行くんじゃないぞ、カエル足。ジョナサンの刀が飛んでくるぞ。彼は誰を、あるいは何をスライスしようが気にしないだろう。めっちゃいる。ジョナサンいる。めっちゃ目の前いる、俺の。ジョナサンとやる？なんか処刑がうんぬんかんぬんって言ってるぞ。だね。とんでもねえ野郎だな。うわぁ。やべえ、出始まった。あ、で、これ、これ、この人助けてほしいって言ってた、さっきの家族が。あぁ。ということは、下に。私を愚弄するな、ソースカイ。お前はお前の教師がどこにいるか知っている。ここ、そしてお前は、俺の前が知ってることを知っている。だから話せ。知ってるのに話せっていう意味のわからない尋問してるな。まあ、いわゆる。ハンナンがどこに行ったのか私は知らない。知っていたら話している。父の墓に誓ってた。おお、彼は誓ったぞ。お前たちは聞いたか？彼は誓ったぞ。それ指切りみたいなもんだ。その白のマジステルは素早くあなたの方向き剣を引き抜いた。あなたはすぐに彼の顔を認識した。ガラスの友人、ジョナサンだ。あれ、ジョナサン、ジョナサン何やってんだよ、ジョナサン。またお前、もうほんとこいつだ。リザード、お前はこの試合を見に来たのか？グッドタイミングだ。尋問シーンは終わり。もうクライマックスだ。尋問は終わりだというダリスの命令だ。すぐ嘘ってバレちゃうよ、俺これ。ジョナサンに身を引くように言う。彼はあなたと、そしてガレスに命の借りがある。そう言ってやろうか。言ってやるか。ヒューマリティのひらめきが、ひらめきが、ジョナサンの、頑固な顔を現れていった。しかしそれは一瞬だけだ。彼はクスクスと笑い、頬の内側を舌でついた。ガレスはいい男だ、忠実だ。両親のためなら自分の命さえ犠牲にするだろう。え、何？こいつクズ野郎だった。そうだよ。それが彼が新たな騎士団にふさわしくない理由だ。彼は正しくではなく、よくあろうとする。ソース界がそわそわと動く。あなたは彼の手のひらにある薄い探検に気づいた。彼は縄を少し切り、そしてあなたの方を向き、眉毛をあえた。ん、逃げようとしてくれてんの？逃げようとしてるね。時間を稼ぎたい、ね、時間を稼ぐか。両手は開ける。結構だ。彼が始めたことを終わらせるべきだ。そのままやられちゃうやつね。ソース界の方を身振りで示す。ジョナサンがプチャクチャ喋ってる間に囚人が逃げようとしてるぞ。ダメだ。密告しようとしてる。彼に笑みを返す。ゴッドウォークンでやり合ったことがあるのか。いいね。ああ、これだな。ゴッドウォークンだと。ふん、やはり彼さえ秘密を守るのが上手くなっているようだな。衝撃的な自覚が彼の顔に広がり、彼女はあなたに突進した。彼女って誰？その時、吊り下げられていたソース界が拘束から解放された。バトルスタート。ちょっとその子逃がしてあげないとやばいよね。あ、やばい。あれ、俺なんで、なんかすごい上から、あれ、え、ちょっと待って、周り何これ。スーパー敵だよ、もう周り全員敵になったよ。このキノコみたいのは、キノコはよくわかんない。キノコなんだこれ。キノコみたいなのあるよね、なんか。ここに来たのところ見てみるわ、調査、ね、油のボイドリング。油燃えるみたいでさ、水と土に耐性があって、土はダメね。まあ多形術と土術、土術系持ってるから気ぃつけた方がいいね、これ。実質
動いてくるのは実質やべえなこれ。下にレンジャーが行ったい。絶対すぐやられちゃうでしょこのおっさん。ボイドリングみたいなの出てきちゃったんだね。グイディアンリンス。あ、いやおっさん強え、体力1008もある。お前本当に強えぞこのおっさん。このおっさんにこそ視線の覚悟を。ジョナサンのおっさんは、ジョナサンのおっさんは14だ。で、俺らが戦おうとしてる相手は、ね、14だ。ジョナサン、はいはい。ジョナサン強い。とりあえずジョナサンからぶっ飛ばすよ。ん、ジョナサン魔法防御ゼロじゃん。おい、そいつ仲間できんぞ。お、チャンス。すごい勢いでね、大変なことが起ころうとしてる俺は。あ、大丈夫。まだ大丈夫か。まだ大丈夫じゃない。仲間にしてジョナサンで場所を入れ替えればいい。そうだね。でも俺のターン回ってくるの遅すぎない？ちょっと大丈夫か。先にジョナサンのターン来るじゃんこれ。ジョナサンのターンが来んの？ジョナサンのターンが来ないようにこっちで挑発入れりゃいいんじゃないの。素晴らしい。ちょっとあのジョナサンに殴られると俺の全てのこう予定が狂ってしまう。嘘だ、そんなに強くはないだろう。俺は今目の前にとんでもねえやつがこう肩に剣を引いてこのドワーフを真二つにしようとしてるから。これドワーフめっつって。ジョナサンはいあまあダメか。あ、いけるな。あ、いけるわ。すげえ。何を出したんだ、何を。え、盾。盾あんなところに届くの。盾250ダメージとかちょっとえげつない。さあ次弓と次ジョナサンか。こいつのジョナサンの剣持ちなかなか強そうだね。っていうか敵に両手持ちが多くなってきたな。自分にヘイスト。あ、じゃあおっさんにかけちゃう。おっさんにヘイストかけてどうすんだよ。いや、おっさん逃げられる。上がってくんのかい。あ、ナイス。はい、迎撃。何すんの？ おっさん！あーやべ、暗闇のオーラだ。おっさんオーラ。目玉が。ボイドリングがなんか…え、嘘だろ。ボイル飛ばして自分で移動してんのか、あいつら。神々しすぎるよ、おっさん。やめて。これ、オイルって誰が操作してんだろう。まあね、あー、飛んでくる、あいつは。オイル飛ばしというのは移動してくる。敵だね。やっぱこのソース界に引きつけられたんだね。はいはいはい。まずジョナサンの方がいいよね。ジョナサンだもんね。操ってからで戻せない。ジョナサンはさ、大丈夫本当に。何が？入る。操り入る。調査する。基本的には入るんじゃない？大丈夫そう。何もないもん。ジョナサン操って。はい、オッケー、はい、おー入った。で、このままだと俺がやばいから、ボディチェンジ。上を見る感じだと音じゃオイル、オイル、オイル、おっさん音じゃオイル。ジョナサン、あとは頼むぞ。よいしょ、ボディチェンジ。すげえな。よし、まあでもあいつ暗闇、自分にもな、自分も暗闇になってない、あいつ気のせい？なってる？大丈夫か。暗闇直せるなら、アニジャーはダメージ出してほしいから暗闇な…あ なってない。だからあいつの周りだけなんだよ、多分オーラが。オーラだからじゃあ最高じゃん、あっち送っといて。 あいつは感電します、今。素晴らしい。このノコノコ上がってきた弓をオフればいいんだ、次は。オフってくれ。ダメ。じゃあ、トテムだけ置きます。リコシェが怖いからこっち置くか。素晴らしい。いやー来るあ、たまジョナサンが頑張ってくれるだろ、向こうで。うわ、ウニウニしてる。燃えやすい。タプーン、タプーンって書いてある今。飛ぶー。おーい、そんな飛べんのかよ。いや、179とか食らってる。うわうわ、来た。うーわ、これ良くない。あー、魔棒が跳ねた。魔棒です。発言禁止令、あいつに口があるのだろうか。ないだろう。あの発言禁止令はいわゆるなんつうの、喋れなくというか魔法を唱えられなくするやつのマークだったんだね、頭の上。発言禁止令はじゃあ解いてやればよかったのか。そうだね。どう解くんやん。お父ちゃんですよ。私ですね、そろそろじゃあ出しましょうか。
で行っても血で、そうだ、血で出して、おお、血で出すしかない。おい、ブラッドインフュージョン。手前のオイルから叩くしかないよね。手前のオイルかな、危なそうだな。まあオイルが多分回り、あ、でも魔法防御ゼロなんだこいつら。じゃあ萎縮も何もかけ放題だ。萎縮筋力ベースでしょ、関係ない。ああ、やべ、こっち来た。あ、でもアーマーもついてないから。何するつもりだ。よしよしよし、燃やした方が早そうだけどね。油だから燃やしたら大変でしょ。燃えたよ、ちゃった。あなたの剣燃えてるからね。剣がね、炎属性だからね。予定通りだ。お、あ、こいつを一回潰して、わーお、超痛えよ。ネクロファイヤーだ、気をつけろ。消えないかな。レンジャーとボイドリングだ。プライダー、まあ、まだいた、奥に飛んでくるぞ。さすがに移動しただけだな。移動してる。おつ一のターン、私のターン。挑発はまだ使えない。萎縮系か。萎縮だね、マギステルレンジャーを萎縮。まあ、やつのターンはもう回ってこないと思いますけどね。そうですけどね。そう、俺なぁ、張り飛ばしがなぁ、味方に食らわなきゃガンガン使うんだけどなぁ、食らっちゃうからな。まああれだったらね、こうアニジャとタッグでいるときは使ってくれれば、アニジャは体力1で残してあげるから。麻痺ってるか、あいつ何もできねえのか。ビョン。囲まれてる。あのまほっ、なるほど、なるほど。油消えた。あいつはほっとけよ、雑草だ。すごい魔法で入っちゃってるから、ボコボコにされてる。なぜ、なぜわざわざ、なぜわざわざ、なんで仕留めようとする。ミスショッキングチャージ、ビリビリ。これは今一番輝いてるのお問い合わせですからね、魔法ですから。215。そうだけど、頑張ってください。ハニジャーにそろそろ死なないのをかけて始まるんじゃないかって。ギリギリまで体力減らしてくればダメージは上がりますけどね。回復しちゃったほうがいいし。どうすかな。まあ普通に攻撃だな。さあ 2AP、 アドレナルゼ前借りして、飛ぶか。どうしようかな。フェニックス・デイブ。どうする。アニジャがどれぐらいでやられるかだな。なんてこと言ってんのこれ。下手すると多分あの本当に油に3発ぐらい殴られて終わるから。渾身180ダメージ。さあ、奥にまだ1体いるのかい。ゆっくりと近づいてきてる。あそこに3体いるからね、これで4体。やめてー。骨折れた。おっさんに死なないように。おっさん死にそうだな。おっさんがやばいか。いや、まあまあまあ、まだ大丈夫でしょ。1000以上あるでしょ、だって。パワーインフュージョン。パワーサイトインフュージョン。で、もうあのおっさん何もせずずっとあそこに殴られてる感じなんだよな。一回寝ようか。オイルたちが来なくなってるから。寝た。なんだその動きは。回復させるのか。回復させるんじゃない。クリティカル回復。めんどくさいなあいつら。どういう猟犬ですのそれ。ああ
燃えながら感電して寝てるからですよ。すごいね。1でしょ。1でしょ。つけた。飛ぶでしょ。飛んでた。そうね。ヘヘーだ。おお。やめなさい。減る。おっさんに視線の角度をつける時が来たかもしれない。来たー。あ、でもね、まだ仲間だから。まだ仲間。おお、ナイス。ネクロファイアが爆発する。すごい、すごい。待って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 、でっかいのいる、でっかいのいる、でっかいのいる。なんかやばい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 。おとちゃん飛べ。 HP 940あるぞ。あれあれはやばいぞ。おとちゃん飛べ。何言ってんだこいつ。でもあいつ敵になっちゃったな。おっさんを勝たせないと。おっそ、おっさんのアーマーまだ170も残ってやがる。おいっ、オッケー、これでこかせられるから。頼むぜ。ナイトはでかいのが、やばい、これやばいよ。うわー、飛べた、やばい。俺とりあえず脱出するわ。ここはもうやばすぎる。なになに、何体くん、うわ、上、上、上、超増えた、超増えた、超増えた。呼び覚ましてしまった、でかいのがいる。そうです、原子の油のボイドリングって書いてある。あいつしかもちゃんとシールドある。いや、何体出てくんでかいの。これやばい、これやばい。ティーフティーフ。敵の数が尋常じゃないことになってる。あれ、これ原子がある限り、ちょっとこれドームオブシールドの出番では。プロテクション、プロテクション。やばい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 。誰が先、誰が先、アンジャが先。あ、あいつ剥がれた、あいつ仲間にできる。でもあいつが殴ったところで相手回復するからな。そうな、意味ないんだよ。何？呪いを発動。呪い。まあ、お前はいい。あ、やばいやばいやばい。やばすぎる。飛んでくる、たくさん飛んでくる。あー、いやあ、でもね、結構炎で、うん、消えてってる。消えてはいるね。今消えてったぞ、一体。おっちゃんがやばいな。おっちゃんやばい。これをどうしろというのかね。一応プロテクション？とりあえず。とりあえずプロテクションを放ってもらいたいな。範囲が難しいな、この…それ全員入ってんのかな？わかんねえ。このね、化身が邪魔で、ちょうど真ん中に置けねえんだよ。まあ、俺入ってなくてもいいよ。あれ、死ぬんだっけ、君？死ぬ？これで回復すると死ぬんだっけ？何、それ回復効果あんの？いや、し、え？シールド…ただ防御力が、シールドが全開するだけじゃなかった。俺別に減ってないからさ。ほらよ。ナイス。ひぃー。で、そのナイトの2体をまず片付けたいね。じゃないとおっちゃんが、おっちゃんしちゃう。あ、これでも一応炎弱いんだ。炎弱いよ。だから燃えまくってる今。ほらよ。え？なんか吸収？おっちゃんが、おっちゃんがやばい。おっちゃんやばい？おっちゃんマジやばい。おっちゃんを強化しちゃおうかな。まずおっちゃんが減ってるでしょ。ローラ強がひたすらこうアーマーとシールドが無限回復してってる。呪い。おっちゃんお願いします。おっちゃんの力を見せてください。わー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 。よしよしよし。わーわーわー。おっちゃんは死なぞ。おっちゃんは死なず。本当に？おっちゃん何ターン死なないのあれ。2ターン。いいところで回復つけてあげないといけない。早めに何とかしないとやばいなあれ。とんでもねえ敵の数が。シールドを手前のスライムあたりに当てて。あれや、反射しろや。おお、まだ生きてんのか。まだ生きてんね。
どうしましょうかね。いいでしょう。いやー無理だな。飛べないですね。ちょっと貯めます。あ、違う。消えた。もう一体消えた。一体我が化身のターン。なんとも素晴らしいところにいるね。これでもオイルから鶏にした方が強化されるんじゃん。めっちゃ回復してんじゃん。ローラ強化ね。うん。あれドームプロテクションない。兄者に攻撃させた方がいいのかが悩ましい。いやもうとどめバンバン刺しちゃっていいよ。はい。ちょっと、はい。1万400。タップもすげえなってんだもん。呪い。おお、ちょっと待って。いないよ。何？なんか岩飛んできた。岩飛んできた。打ち込んでくる。ああ、周りに散ってダメージが。消えてった。何が起きてるの？なんか原始の炎のボイドリング回復しまくってる。周りダメ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 。ちょ、逃げる準備はできてますけど、私あのね、多分ね、おっちゃんがもう持たないかな。いったい。やばい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 。無理。これ逃げられるか。いや、無理だろ。まあ、向こうに俺多分2回飛べば。おっちゃん、おっちゃんパワー。ない。ナイフ投げしてんの。あー、おっちゃんが燃えて。おっちゃん燃え知る気満々じゃん。ほぼ雨降らす。いや意味ないんじゃないの、わかんないけど。見てみるわ、地形効果。周りでいや、これただの炎だから。やつら自身のネクロファイアは消えないけど、雨、いや俺らの近くのはネクロファイアになっちゃってる。そうだね、この辺は全部ネクロファイアだね。うん、水で消えねえぞ。これもう撤退を考えた方が。俺は奥に逃げようかなと思ってるけど。2回とどっちどっち。ピンピンを。こっち。あ、そっちね。どうしたものか状態だねこれ。まあみんな生きて脱出できるのかって話だけど。そうだよな。やばいわこれ。だって倒せないもん、もうこんなの。魔法防御のアーマーが。くそー。まああとはもう飛んでくるやつらをドゥームプロテクションの中でもう一生戦うか。ですね。そうなんだよね。うん。ドゥームプロテクション5ターンを持つから、その間にちょっとでも勝手に一応前のやつら燃えて消えてくれるっちゃ消えてくれる。ちょっと待って、でも燃えて横のやつ殴って回復させてたぞ。まだ戦う。まだ戦おうか。次とりあえずそのドゥームプロテクション切れても俺のドゥームプロテクションかまたかけるから。まあ何ターンかは持つよ。うん、何ターンかは持つ。やばいねこれは。でかいのが増えてきちゃったの。ナイス。素晴らしい。いや生命すごい。トーテムが考えて樽を破壊したんだけど。おっちゃん死んだ。おっちゃん死んだ。無理でーす。まあそうだよね。結果死んだ。てか絶対プロテクションの中にいろよっていうね。なんで出たんやおっちゃん。とっととこの中に入れ、この中に。
テイクスダイブで。もちろん。それは入ったね。入った。入った。一応あの左のステータスについてるから。俺も俺入ってんのかギリギリ。はい。お互いに回復して、ね、ギリギリ燃えてる。燃えてるわ。ネクロファイアですから。近いやつからやってきますよ。もう減らしていくしかない。もう四隅にトーテム立てて迎撃隊するしかないじゃないかこれ。ほんともうそれしかないよ。近づいてくんじゃねえ。これはここで待つか。中にいないと。やめてー。呪いをやめて。呪いをやめて。本当に。あ、トーテムが撃ち落とされる。ゲージされるトーテム。あ、やばいなこれ。超痛いわ。ファイアボール。オーマイガー。やばいやばい。燃えてるやつらがやばい。燃えてるやつやばい。地獄だー。俺耐えられない。